はいどうも皆さんこんにちはこれから不動産鑑定士試験2020年分野別学問解析プラスアルファ等連会計学の第8回目最終回になります講義の方を行っていきたいと思います担当はレクセンに講師の高坂ですはいではですね今日8回目ということで、まあ、今日で最終回になりますけどね で今日は、えーまあ、一応今年という言い方をしますが2019年度の本試験問題 <laughs> まあ問題の一つだけですけどね <laughs> で、えーまあ、最初の問題ですねでただこれはあの、まあ、もちろん問題の一番はそもそも皆さんに書いていただく問題ではありませんのでね、まあ、一応これは参考だというふうに、えー、受け止ていておいてください。でえー、繰りり返しになりますがあのおそらくこの 動画をご覧になっている方はほとんどが多分、まあ、2019年の、まあ、今年って言いますが今年の受験生なんだろうと思うんですがただ、中にはですね、まあ、初めてという方も、えー、実はまあ全く試験を受けたことがないという方もいらっしゃるのかもしれませんけれど、ね、でそういう方はもう参考にしていただきたいんですが、えー、まあ受けた方はまあもちろんこれ問題見ているんでお分かりだと思うんです。けどね で、大体こんな感じです。で、括弧の1番括弧の2番2つに分かれます。で、括弧の1番が空欄補充ですね。で、えー、私問題パッと見たときにあいうえか、きですかね。まあたくさんあるなと思ってうんで、ただまあ、見るとなんか普通のこと聞いてるな。ただう、えー、ですかね。でこれ私今でもちょっとあの100%の自信はないんですが、えー、空欄のうのところですね。 まちょっとなんか怪しいなという感じもするんですが、であと、括弧の2番ですね、資産を大きく2つの種類に分類し、それぞれが取得原価および時価で評価することになっている、でこの資産の2つの区分を示し、なぜ取得原価が適用される、あるいは時価が適用されるのか、かっこの1番ですね、括弧の1番は空欄です、空欄補充ということで、まあ、購入代金に付随費用を足していくということでね。 で、えー、付随費用を足して取得原価を計算するということでまあ、いいですね空欄の「い,い」のところは取得原価なんだろうと思いますで購入したのが過去の時点であることを強調する意味で「うで」と呼ばれることがあるということなんですがこれは、まあ、一応レックの解答例は歴史的原価ということで多分これで間違いないんだろうと思うんですがあのなんでこれはっきりしないかというとこれ基準に書いてないんですよね。ですから 学者の人たちがその学問として考えている言葉なんで基準に書いてあればそこから引っ張ってきちゃえばいいだけなんですけれどもあの基準に書いてない言葉だとちょっとなかなかですねこれが正しいのかどうかでこう特定しにくいケースもあるんですがただまあおそらく歴史的な原価歴史的原価だろうただこの歴史的原価なんて言葉は普通もう最近使わないのでんなんでこんなところ空欄にし,てしたのかなという感じもするんですがですからちょっとこの空欄の「う」は無理だったかなとは思います。 まあ,あとは最長達減価とかですね、まあ、賞味売却価格とか、まあ、いろいろ、えー、キャッシュフローですね、将来のキャッシュフローなんかを見積もって割引率をで利子で割す引いて、まあねえーまあ、賞味現在価値ですね、えーまあ、割引現在価格ですかね、割引現在価値、まあ、そういったものを計算していくということになります。で この辺はは、えー、基準ににないんですよ別にこれ今読み上げた問題の一番ですね問題の一番のそのまあ、過去の一番ですけどね過去の一番はこれ、えー、基準に書いてある表現ではないので、うん、なんかちょっと解答がですねま解、あ、答ではつけておきましたのでまあ、一応参考ですね参考として、まあ、見ておいていただければと思うんですがうん。 まあ一応、ですね、えー、回答例なんかを後で確認をしておいてください。で、あ、えー、と、括弧の2番ですね、括弧の2番も、えーまあ、資産について、保有目的の違いって書いてあるんで、保有目的の違いですから、でしかもその下に、首都銀閣か、時価かということなんで、 えーまあ、これは事業用で持ってる資産なのか、まあ、いわゆる投資目的、まあ、金融資産なのかということで,で、えーまあ、事業資産、金融資産に分ければいいんだろうなということ、ね、ですね。事業資産については取得減価金融資産については時価で評価をするという考え方があるんですけれどもただこれちょっと難しいのは事業資産は取得減価、まあ、これはいいんです。 で金融資産は時価なんですけどもただ時価って言ってもですね実は日本は取得原価で評価することがやっぱり今でも大原則になっちゃってるので金融資産は時価だっていうことなんで多分この先生はそうやって書かせたいんでしょうけどもあの金融資産が時価になっちゃうとあの実は日本はですね金融資産であってもそのまま取得原価で評価するケースも結構あるんですよねですからうーんちょっとですねこれはあの何でしょうね 括弧の2番で「我が国の会計基準では?」って書いてあるんですが我が国の会計基準で保有目的の違いで資産を大きく2つの種類に分類してい、まあ、要するに事業資産ですね事業資産と金融資産なんですがうーんまあただちょっとこれはなんかどうなんだろうなっていう感じはします。あの本来はあの 金融資産ですね金融資産の方は時価で評価をするということに確かにまあそういうふうにはなるんですけれどもあの制度上はです、ね、金融資産であっても取得原価で評価するケースの方がむしろ多いんじゃないかというケースもありますんでね。 ですからまあちょっと書きにくいなという感じもしたんですけどねこれ見ててうんまあ答えは大体この先生が書いてあの私たちに要求している答えは大体わかるんですよですから問題読めばそのままなんで保有目的の違いですからまあ事業者さんと金融者さんに分けてまあそれぞれ取得原価と自家で評価しなさいねということでもうはっきり問題文でほとんどこれ誘導してくれるような形ですから取得原価および自家で評価することになっているこの2つの区分を示してなんで取得原価でなんで自家なのかということなんで。 えー、事業資産は取得原価で金融資産は何で時価なのかっていうことのそれぞれのまあ理由をくっつけて説明しなさいねって言ってるだけでこれ会計基準ではって書いてありますが、まあ、もちろんそれに関連するようなものはありますけどね関連するものはありますがそのべったり基準通り覚えるっていう内容ではないのでこの辺はあの回答例の表現については、えー、多少回答あのレックの回答例と違ってても大丈夫かなとは思うんですよね。 です私、からあの問題ですね、まあ、特にこっちの問題、試、え、算、ー、の評価ですけどね、この問題見てて思ったのは、これ、回答例の表現ですね、内容はそんな変わることはないんです、内容自体は同じような内容なんですが、表現は学校によって、その予備校ですね、予備校によって表現は変わるだろうなということで、で表現が変わるってことは、まあ、なんていうんでしょうね、そんなこだわってないということなんで、まあいいんですけどね。 まあ一あ今年という言い方しますが2019年度はこういう問題が出ました、でこれは参考です、参考として目を通していただきたいなと思います。で一応、回答例、ですねちょっと解説の3ページ目ですかね一応空欄補充のところです、ね、イウエオカキですすねねか、はい、特にやっぱこれなんですねこれが書けなかったんじゃないのかなと思います。 歴史的原価ですねでそれ以外は例えば付随費を足すとかですね取得原価とか取得価格、まあ、最長す原価ですねで賞味売却で将来のキャッシュフローを見積もってですね割引いた減税で割引減在価値ってやっちゃうとこれですねあの表現がかぶっちゃうんであの木のところですね木のところは前のところがです、ね、その前の文章が利子率で割り引いてということで書いてあるんで利子率で割り引いて割引減在価値を求めるって、まあ、間違いではないんでしょうか。 けれどもね、この「木の空欄」の前の文章が利子率で割り引いてって言葉があるので利子率で割り引いて現在の価値を出すんだということで現在価値というふうに、まあ、レクダ回答例として作っておいたんですがただこの辺はちょっと難しいですねどれが正解になるかというのはただまあ多分これで正解なのかなと思いますけどねであとは先ほど言ったように事業んととと金融資産に分けるんですよということねただ事業資産であってもちょっとこれ気をつけないといけないのは 例えば棚卸産っていうのは事業用で使ってるんで、えー、事業活動のために使ってるんで事業資産になってくるんですがただあの例,、まあ、例外的にというかトレーディング目的で持っているような棚卸産もあるわけです。でこのトレーディング目的で持っている棚卸産ということなんで、まあ、これも一応事業で使うので事業資産という事業資産なんですけどもただこれは目的が金融投資という目的になっちゃうんでこれは自家評価になっちゃうんですよね。でですから例外的な扱いといととうことで まあこんなものもありますよってことですねあと金融資産についてもですね、えー、金融資産というのは一般的に言うと現金預金だとか受取手形だとか売りかけ金だとか貸し付金だとかあとはこのいろんな書いてある有価証券ですね有価証券なんかが金融資産なんですがあともう皆さん大丈夫だと思いますが有価証券ですね有価証券って言ったって実はみんながみんな直で評価するわけじゃないんですよね ですから、例えば受け取り手方、これ金融資産だって言われてるんですが、受け取り手方なんていうのは別、時価で評価しませんから。てか、そもそも時価なんていうものはほとんどこれ存在しないですよ。売掛金の方がもっとそうですけど売り掛金なんていうのは、金融資産になりますが、これ時価がないんですよ。貸付金もそうです。基本的には受け取り手方だとか、売り掛金だとか、貸付金なんていうのはほとんどこれ時価というものが存在しませんので、ですから、時価で評価しようとも、時価で評価できないんですよね。 ですから金融資産というものは直で評価をする、まあ、確かにそうなんだけれどもこういうものは全部これ日本は取得原価のまま評価してしまうということになってしまうので、まあ、ちょっとモニター切り替えちゃいますが、えーまあ、ちょっとどうなんだろうなという感じもするんですけどねうんただ答えを作りやすいことは作りやすいです、比較的。 先ほど言ったように事業者さんと金融さんに分ける要するにこの視点さえ捉えちゃえば事業者さんと金融さんに分けるわけだから事業者さんの方は取得減価で金融人さんの方は時価なんだということでもう問題文に大体誘導される形でそのまま書いていっちゃえば、まあ、答えとしては分かるんだけれども、えーまあまり文句言ってても仕方がないですけどねちょっとどうなのかなという感じはするんですけどね、まあ、一応参考までにざっと見ておいてくださいもう一回ちょっと映しちゃいますが まあ回答例ですねあの覚える必要ないですよ別にまさか2年続けて同じテーマが出るわけないのでですからク、えーラン補充です、ね、各校の2番で、えー、次のページまで、えー、回答例が続きますので、ね、この辺まではちょっと各自で、まあ、時間があるときさらっとだけ読んでおいてください。で、えー、ちょっと次のところなんですが一応今日のテーマですね今日最終回になりますが第8回目ということで、えーまあ、ちょっと今年の問題とも少し、まあ、一部かぶっているところもあるんですが棚卸さんということについてちょっと今日最後にです、ね、お話をしたいと思うんですね。ね ですから今日第8回目、まあ、最終回なんですが今日最終回は棚さんですねであの、まあ、今年の問題も一部、まあ、重なっている部分もあるんですがこの棚卸さんに関して言うと最近やっぱ出てないんですよですからやっぱちょっと嫌な感じがします棚卸さんですね。ですからちょっと覚えておいていただきたいんですがまず意義ですね。 棚おるさんとは企業がその営業目的を達成するために所有しかつ売却を予定する資産および売却を予定しない,しない資産であっても販売活動およびバンカリ活動において多岐に支障される事務用消耗品なんかを言うとでこれ棚おるさんに関して言うと他の定義の仕方もあるんですでこれはいいですよ覚えやすい定義で覚えていただければ結構ですから別にこれでなくても構わないですからねで まあ今年の本試験ともちょっと重なっちゃうんですが取得原価ってどうするんですかこれは買ってきた場合と生産する場合に分けるんですが買ってきた時は購入代価にこれが空欄に今年の問題ですねここが付随費用まあ副費でもいいんでしょうけどねまあこれの一部または全部を加算するということで付随費用の一部または全部を加算するということなんですねこれが購入した場合の取得原価なんですね。 で購入代価を計算するときには送り帳の金額から値引きだとか割り戻しなんかを引いてくださいねでまた、副費ですね付随費用はどちらでもいいんですがここで加算するんですがこれは引き取り運賃だとか購入手数料なんかで,でこの副費ですね副費の範囲については、ね、引き取り運賃だとか購入手数料だとか関税等とかいろんな副費があるわけです。 いろんな副費がある中でどこまでを取得原価の中に入れて考えるのかということに対しては一律に定めることは困難であって各企業の実情に応じて費用収益の原則だとか重要性の原則だとか継続性の原則等々を考慮しながら適切に決定することが必要だろうと。とかいうケースがある。 例えば私の友人ですねチーズ工場で働いているんですが海外からチーズを輸入するらしいんですけどねで一旦全部冷凍保存させるらしいんですねですからそれが保管費になっちゃいますのでと冷凍保存をかけるという意味で、まあ、一定の期間ですねずっと取っておくんですが保管費ということでまいろいろお金かかるらしいんですけどね。 例えばその保管費に関してはうちの会社ではえもうずっと定期的に発生するものでこれは例えば取得原価の中に入れるまあ逆に入れないとかそれはもう各企業の実情に応じて決めている内容だということになるわけではい改めて副費の範囲については一律に決めることはできないのでまあ各企業の実情に応じながらいろんな考え方を適用してですね適正に考えてくださいと。で まあ、取得原価ですね取得原価ということで、えー、ごめんなさい、例ということで、ごめんなさい、例はいらなかったですね、すみません、ちょっとこれ、例取っておきますあの、金額入れようかなと思って、えー、すみませんね、例えば、まあ、ちょっとこれ、金額、ごめ書かなくていいですけどね、100円に10円足して110円みたいな形なんですけどね、えー、すみません、ちょっと米印に書いておきますが、まあ、購入品の取得原価の決定ということで、購入対価に付随費を入れると。 一部部また全ですねで生産した場合メーカーですねメーカーが生産した時は生産品である頼まさたについては適正な原価計算の手続きによって算定された製造原価を持って取得原価とするということで製造原価を計算しなさいねという製造原価を計算してこれで取得原価とするでまたちょっとここは細かいんですが原価計算やらないとちょっと分かりにくいと思うんですが標準原価または予定原価を持って製品の取得原価とする場合においては原価差額が生じるケースがあるんですね。 標準原価とか予定していた原価なんですね。これと実際にかかった原価がずれちゃうんですよ、普通は。で、実際にかかった原価がずれたとき、原価差額というものが出ちゃうんですが、その原価差額が出たときは原則として差額調整を行った後の,の原価というものを対策対象表に記載するというやり方ですね。で、これがメーカーなんかの生産した場合ということで、生産した場合の取得原価の決定ということになるんですね。で、えー、ちょっと次なんですが。 えー、仕入れということで、まあ、商品ですね商品なんかを仕入れるということで仕入れの割引に関してはこれは従来から2つ考え方があったのでこれは必ず覚えておいてください、えー、商品を仕入れるということで仕入れに関しては割引ということですねであのちなみに値引きとか返品とか割戻しに関して言うとこれは仕入れのお金から引いちゃえばいい直接引いちゃえばいいです、えー、購入代価ですね購入代金の方から引いちゃえばいいですね ですから値引きとか返品とか割り戻しがあった時は購入代価購入代価から直接引いちゃえばいいんですが割引があった時はどうするんですかで割引っていうのは割引っていうのは後からお金払いますよってこれ買いかけ銀っていうんですが後からお金を払う代金ですね仕入れのお金を後から払うんですがそれに対して支払い期日前に払っちゃいますよと。 予定していたよりも予定していた支払い期日よりも前にお金を払っちゃう相手にお金を払っちゃうとでそのことによってちょっとお金安くなりますよという仕入れのお金が安くなるということは現金割引をしてもらうでこれが仕入れ割引なんですね。でこの仕入れ割引の会計的な性格については2つ考え方があって1つが直接仕入れから引いた方がいいだろうということで仕入れの控除項目っていう考え方があるんですね。 でこの仕入れ割引を仕入れの控除項目とするという説に立っている人たちはこれとこれを一連の取引だって見てるわけですだから分けてないわけです。要するに商品を仕入れるで後日代金を払うこれはあくまでも一連の取引だろうと。ということで考えれば最終的にいくら相手にお金を払ったのか最終的な現金の支払い額。 これがが得原価ににななるるだろうううというような考え方がベースにあるわけですですから例えばもともと110円という仕入れでこれを1ヶ月早くお金を返したから100円にしてあげたそうするとこの三角をつけちゃいますがマイナスの10円ということでこれが仕入れ割引みたいな形になるわけですね。 ちょっとすみませんラ,ラフな書き方で申し訳ないんですがもともと110円相手に払う予定だったのが予定よりも早くお金を返すことになったんで,100円, 100, 円です、ね、100円に負けてもらいましたよみたいな10円だけ三角でこれ減額を受けるということでこれが仕入れ割引というような形になってくるわけなんですがでこの仕入れ割引っていうのは結局相手に払ったのは100円なんですね。 もともとは予定は110円だけ払う予定だったんですけどこれを100円にまあ安くしてくれたと相手の方がですね相手の方からの申し出によってもともと110円相手に払う予定だったんだけれども1か月例えば早くお金を返すということなんで100円に安くしてくれましたよそしたら10円だけ安くしてくれたでこの部分が割引を受けるということねでこの割引を受けたケースなんですが相手に払ったのは100円ですから。 だったら取得減価は100円でしょうということになるわけですね要するにこの10円は仕入れのお金から直接控除した方がいいだろうということになるわけですねですからこの考え方によれば この考え方によればこの仕入れ割引例えば10円だけ安くなったということなんですがこの仕入れ割引に関して言うと仕入れ価格の修正なんだもともとこれ110円だったんですが110円から10円を引くということで調整項目だと見てるわけですね仕入れ金額の仕入れ価格の調整項目だというふうに捉えているでこれに対して各の2番で財務収益ですね財務収益と考えている,の考える説というのは ここれとこれとととを完全にに別個独立した存在だだ取引だという,ふうに見てるわけです。要するに商品を仕入れるということと後日代金を決済するということは全く別の取引なんだというふうに考えるわけですね。とすればちょっと上に戻っちゃいますがもともと110円で仕入れたわけです。っていうことは110円でもともと仕入れたんでこの時点で仕入れの金額は確定します。110円です。 で後日100円を相手に払うで、ね、10円安くなったんですがこれはこの110円で商品を仕入れたということとは全く別の取引だというふうに認識してますのでこの10円安くなった10円安くなったとっいうのはどう捉えてるかというと利息の部分を払わずにに済んんだみたいに捉えてるんですね要するに後でお金を払うことになってましたのでですから利息部分が。 この110円ですねこの110円というこの金額の中にはこれ後払いですからね後払いなんで利息が入ってるだろうとでこの利息の部分がちょっと代金として安くなったっていうふうに見なすんですねですからちょっと下がっていただいてこれが財務収益説ということなんですが仕入れ取引と代金の決済というのは別個独立の存在として、えー、取引として見なして購入時点商品を買ってきた時点でもう取引金額が決まっちゃいます でこの考え方によれば仕入れ割引ということでこれは利息の調整で財務上の取引から生じているというふうに考えるわけですね要するに利息の調整なんだというふうに見てるわけですだからこれは利息の調整でちょっとこちらサイドとしては得したとお金を払わなくて済んだんで得してるんで、まあ、受け取り利息みたいなものの性格を有するのでこれは営業外の収益という意思に計上すると で現行制度上はこの財務収益説を取っているというですね。ではい今度その下に移っていただいて棚卸減毛損というお話になります。で棚卸減毛損なんですが異議、えー、ということで継続記録法における帳簿上の、えー、期末在庫数量に対して、えー、自治棚卸で判明した実際の在庫数量が不足するときその不足分を、えー、棚卸減毛損というと、まあ、いうことなんですね。 ですから、えー、実際のまあ在庫数量がまあこれ書かなくていいですけね実際の在庫数量が不足するときにねその不足分をまあんぼ資源妄想と言っているとまあいうことです。ね。 はいでえー、この不足分、まあ、数量ですね、在庫の数量が不足しているということで、この不足分が発生している場合は、その金額を棚卸原毛村として、えー、棚卸さんの帳簿金額、帳簿上の価格ですね、帳簿価格というんですが、帳簿価格から切り捨てないとダメですよって、数量が足りた在庫数量が足りてないんで、在庫数量が足りてないときは、まあ、期末ですね、期末の棚卸さんの帳簿上の金額から切り捨てないといけないということで、ちょっと具体的な数字で使って説明すると、ちょっと次のページですね。 えー、でこれは棚卸原毛村だけではなくて評価村まで入れてるんですがで過去の鑑定士の試験は、まあ、ちょっと数字は違いますけど大体こんなような計,、まあ、計算問題なんですがこういう計算も、えー、実は、まあ、最近の鑑定士の試験で、まあ、計算出ちゃったんですね。でこれ募金をやってる人は多分計算できたと思います。 ただ逆に簿記をやってない人はあのこれだけ言われてもですねこの評価損だとか頼も次元妄想なんてこれはちょっとよくわからないということだと思うんですが。 でちょっとです、ねえー、この計算例についてお話をしますけれども通常です、ね、募金をやっている人は大体大丈夫かなと思いますが期末の商品を計算するときに縦のところに単価を入れて横に数量を入れてボックスを作っちゃってです、ね、で設定上は帳簿上ではです、ね、1個100円です1個100円で,で、えー、単価が90円に下落していると100円が時価が90円に下落している。で横がが数量なんですが ももとと帳簿町では100個あるという設定なんですが100個あるんですけども実地としては80個しかないとでこの状況で先ほど触れたように棚卸ぼろ資源妄想というのは数量不足ということになるのでちょっとですねちょっとここだけすみません、えー、のちょっと色だけつけちゃいますが。 このの長方形の面積を出せばいいんですねこれが棚卸原文村と呼ばれてるんですね。で棚卸原文村というのは今帳簿上で100個と80個ですから、まあ、20個足りないですね。ですから20個足りないということでもともと帳簿上では1個100円ですからね。ですから20個かける まあ単価の100円みたいな感じになるんですね。ですから、まあ、2,000円ですけどね。2,000円ということで、えー、この差の20個ですね20個にかけることの単価の100円というのを計算して、えーまあ、2,000円という金額ですね。 はい、まあこれちょっと書いておきます。二十個かける百円ですね、二千円。で、評価損ということなんですが、で、評価損というのは実地がもう八十個しかないわけですね。実際うちの会社の倉庫には八十個しかないわけです、実地で。で、この八十個に対して百円で仕入れたものが九十円にえが九十円ですね。九十円に単価がまあ下がっちゃってるということなんで、ってことは八十個に対して 1>, 1個あたり10円だけ価値が下がっているということなんで、まあ、金額で言うと800円ですかね800円ということで、えー、すみませんちょっとこれも色をつけちゃいますが、はいえー、80個ですね80個あって10円だけ時価が下がっているということなんですねで80円かる1 0個で800円ということになります。 まあこんな風にして計算するんですで今ここで今問題になったらこっちです棚卸し現毛損ということで棚卸し現毛損は数量が足りてないんだということなんですねでまずこっちのピンクでマーカーをつけた部分だけちょっと意識してほしいんですねでこっちの軸が下がったところはこの後説明しますのでまずはこっちの方です棚卸し現毛損ということで20個数量が足りてないで1個あたりもともと100円で仕入れた商品だったんですね でこれが要するに在庫が今どっ,か行っちゃったどっか行っちゃったんですね。この20個分。20個分はどっか行っちゃった。で、この棚卸資源盲村の会計処理なんですが、えー、でこれについては、えー、ちょっとずっと下がって,て、ごめんなさい、ちょっとこれ直しておかないといけないんですが、すみません、棚卸資源盲村は、えー、数量不足ですね。すみません。数量が足りないということなんですが、ね、すみません、ちょっとこの吹き出しのところでは修正をしておきます。数量が足りてないということなんですね。で、 この数量が足りてないんだと在庫ですね在庫として今数量が足りないんですけどもこれについてはどうやって会計終了するかによ対して原価性があるかないかという視点をまず立てるんですねで原価性があるで原価性って何かということでちょっと上に戻っちゃいますが原価性を有するというのは経営者が予測できる範囲なんだ要するに正常な範囲ということですね 正常な範囲の評価算ちょっと上に戻っちゃいますが要するに今このピンクのボックスですけどね棚卸し幻妄想なんですがこれについて今20個足りないわけですよこれで例えば社長に報告して社長どうしましょうとこれ20個帳簿上では100個になってますけどどこ探しても80個しかないんですよと帳簿上では100個帳簿上ね 帳簿上では100個なんですけどもどこ探しても80個しか見つからないで社長どうしましょう20個足りないああ,なじゃあいつものことじゃねえかそんなの気にするなみたいなでそんな感じここのところですねいつものことじゃねえかなんていうことで経営者が予測できる範囲なんですね原価性を有するですなわち当該企業は生産販売開発を追求する上で経常的に発生するんです要するにほとんど毎年発生しますよということね でこれについては原価性を有しない評価でこれに対して原価性を有しないというのはこれはたまたま異常なんですね。異常な原因に基づいている。そうすると原価性がある原価性があるっていうのは形状的に発生するだから経営者が予測できると考えるんですね。つまり予想の範疇なんですよ。でこれについて原材料例えば原材料うち工場をやっている原材料も棚卸さんですね。 で原材料も棚卸さんになるんですが「社長どこへ行ってもうちのスプレー缶どっか行っちゃいましたよ」と、えー「ちょっともう一回探してこいよ」と「えー、でも何回探してもうちのスプレー缶が見当たらないんですよ」とそうすると例えば原材料として使っているスプレー缶があってこのスプレー缶がまあ100缶本来 帳簿上はななないといけないいとけのが80巻しかないですよとといいいうことででで足りてなななみたいな感じなんすすねですからこの数量が足りてないということなんで原材料に関して数量が足りてない時はこれ製造コストに入れちゃうんですでもそれは原価性があるからできるわけですねそういうことができるわけです。で商品とか製品でどうやっても見つからない時は売上原価あるいは販売費にしといてくださいねって言ったわけですね。 で一方、原価性がない原価性がとい,いうのは異常な原因例えば新人が入ってきたうちの工場ですね、えー、新しく新人が入ってきて社長、あいつ原材料こぼしちゃいましたよ缶一1ごと全部ですねマジかみたいな原材料こぼしちゃったりです、ね、どっか行っちゃってそれを例えば黙っているとかですねそうすると例えば 帳簿上は何キロリットル原材料が残ってるはずだということで帳簿上ではですね何キロリットルって例えば100キロリットルですね100キロリットルの原材料が残ってるはずなんだけれどもどうしてもですね80キロリットルしか見つからないみたいなでこれちょっと黙ってるんですが残りの20キロのこの差額についてはえ新人がこぼしちゃいましたよみたいなまあ異常な原因とい異常な原因なんですね。ですから 帳簿上と実際にある量ですね実地の棚卸しの量で例えばこの差の部分が異常な原因ですね異常な原因に基づくこれは原価性がないんですでこういう時はもう仕方がないから特別損失にしてくださいねただただまあ金額がちっちゃいんだったら営業外でもいいですよと言ってるわけです金額がちっちゃければですからちょっと上に戻りますが、えー、金額が金賞である場合 金額がちょっっとであったら、まあ、営業外費用ででもいいですよただ、基本は原価性がないわけだから、これは特別損失で計上するというのは基本ですで。ここまでが数量が足りないということで、数量自体が足りない、いわゆる棚卸減も遅んという、数量が足りないということでねで。さらにちょっと次のページになりますかね。はい、で処理の根拠ですね。で根拠なんですが 製造原価売上原価の内訳科目あるいは販売費に表示する理由ということなんですが棚卸原物の発生は売上収益を獲得するのに不可否的だろうともうし仕方がないんだと割り切ってるんですよねですから特に原価性がある場合ですかね原価性がある場合もう社長としてはですねもう仕方がないんだということなんでこれはもう売上収益との対応関係が認められるだろうと。だから 売上を獲得するために、うちの会社がですね、うちの会社が売上を獲得するためには、もう仕方がないって割り切っちゃってるわけでね、もう毎年毎年発生しますよということで、毎年毎年ですね、それは発生する。要するに予想の範囲内ですね、予想してる、えー、経営者が予想してる範囲内の話なんで、これは売上収益との対応関係認めてる。ね、ところが、さっき言った新人がですね、新人が入ってきて、いきなり材料をこぼしちゃったりですね、でそれを黙ってたりする。そうすると 棚資源毛の発生が臨時異常なものについてですねでこれは売上収益との対応が認められないんで先ほど言特別損失にしますよというねただただこれは書かなくていいですかねただ 金額がちっちゃいんだったら営業外としてもいいですよということでこれは重要性の原則というものがありますよね重要性が乏しいんだったらまあそこまで特別損失にする必要もないでしょうということでねあの特別損失にしちゃうとここですねこっちの扱いにしちゃうとみんなこれ見るんですよ。よく「特損特損」なんて言ってるようですけどね。 でやっぱりここに入れちゃうとすごく特別損失ってやっちゃうとすごく話が重たくなっちゃうんです。ねですから金額が小さいんだったらそこまで重たい扱いにしなくてもいいということで重要性の検知から営業外費用としてもいいでしょうというですね。 で、えー、あとはですね、えー、今度その下のところで貸借対象評価額ということでこれいわゆる期末の在庫ということで、ね、期末の在庫で残っている、まあ、商品とか製品なんですがと貸借対象評価額はどうやって決めればいいんですかということで、まあ、会計処理なんですが通常の販売目的販売するための製造目的を含むで保有している田中さんは取得原価を持って貸借対象評価額として期末における賞味売却額これですね これがこれが今年という言い方しますが今年の本試験の空欄に入ってたはずですね。賞味売却価額ですね。はいこれですね。このまあ、言葉この言葉ですね。賞味売却価額 でこれが今年の試験問題の空欄に入空欄として皆さんに答えが求められていた部分になってるんですね。でこの賞味売却価格が取得減価よりも下落しているときは、まあ、当該賞味売却価格をもって退職対象評価額とする。でこの場合においては、えー、当該賞、えー、原価と当該賞味売却価格との差額は当期の費用として処理をするというね。でこれは私、ま、毎年か毎年かちょっとあれですけどね。 これ、陶器の費用として処理をするって。これ基準にこういう風な表現で書いてあるんですが、ん、ま、ん、あ、私に言わせるとより正確に言うんだったら、これ当期の損失ですね。要するに評価損なんですよ。もうこれは損失にとして扱うということなんですが、ただ基準ではもう登記の費用として処理をするというような形になってますんで、これはこのままの文言で覚えてほしいんですが。 ちょっと私個人としてはこの表現ですねこの言葉の使い方にはちょっと納得してない部分もまあ多少あるんですが、えー、まあここが投機の損失として処理をするというほ、まあ、うがしっくりくるのかなとは思うんですが、まあ、一応え基準ではですね投機の費用として処理をするということで、まあ、いわゆる評価層になっちゃうんですよ。 賞味売却価格ということで、これ、時価なんですね。時価が原価よりも下落しちゃってるときは、評価損が出ますよ、というとね、評価損が出るんだということで、これは当期の、まあ、本来私、損失だと思うんですが、まあ一応、基準では当期の費用として処理をするということなんで、当、ま、期、あの費用として差額は処理をするというふうに考えておいていただきたい。で、それ、この当期、まあの費用ですね、当期の費用として処理をするというのが、今度は、すみません前、前のページに戻っちゃいますが、こちらの話に映ってるんですね。このグリーンのボックス、さっきちょっと色をつけたんですが、 このグリーンのボックスになっていてこの部分がこの時価がまあ取得限界よりもいや下がっちゃってますよと100円で買ってきた商品が90円に下がっているということで時価の方が安くなっているでこの時価まあ90円というのがこれが賞味売却価格みたいなな形になるわけですねですから賞味売却価格が要するに時価なんですけどね時価の方が取得限界よりも下落しちゃってる時は例えばこの金額でいうと800円ですかね80個で80個で 1> 1個あたりが10円この差額が1個あたり10円ですけどね10円だけ下落時価が下落してるんで80個に対して10円で800円ですねでこれだけ評価損になってるわけですねで、えー、この評価損なんですがこれが、まあ、基準では、まあ、当期の費用として処理をするという形になりますで処理の根拠ということなんですが取得減価基準の本質を将来の収益を生み出すという意味においての、まあ、有用な減価ですね だけを繰り越そうとする考え方であるとして要するに来年ですね今在庫の話をしていますですから例えば商品とか製品の在庫なんですねで在庫で毎、えー、回上に戻っちゃいますが在庫に関して賞味売却額これ時価ですね時価の方が取得銀行よりも下落しているという形になりますのでそういう時は来年は 時価が下落してるんで来年に繰り越す原価っていうのはあくまでも有用な原価だけを来年に在庫で今,今は在庫になってますけどね来年に繰り越す時は有用な原価だけを繰り越していこうううととつまり有用な原価でどういいう意味かというと。 いくらで回収できるのかというその回収できるお金で来年以降に繰り越していこうという考え方があるわけですですから収益性が下がるつまり時価が下がっているねさっき計算例でもやりました計算例でもやったように時価が下がっちゃっていて収益性が下がってますよということがはっきりしているときは帳簿上の金額が大きすぎるわけですからねですから帳簿上の金額が現状大きすぎるので 収益性が下がるつまり時価が下がる収益性が下がった時は大きすぎる帳簿上の金額を適正な金額に直さないといけないだろうとですから将来に損失を繰り延べないようにする処理することで財務指標利用者に的確な情報を提供できるんだと要するに時価が下がってるわけですね時価が下がってるんだったらその下がった部分で、ね、下がった部分についてはもうこれは 将来に損失を繰り延べないようにして逆に言うと今年で確定させるっていう発想なんですね。 だから私ここはもう別にこだわるわけじゃないですけど当期の損失の方がいいんじゃないのかなと思ってるんですがその時価ですね賞味売却額時,時価と原価との差額は当期の費用として処理をすると書いてあるんですが要するに将来に損失を繰り止べたくないわけですね。ということは逆に言うと今年に損失を確定させたいということなんで、えー、もうこういう会計処理になっていると、まあ、いうことになるんですね。で 時価っということなんですが上に戻りますが時価というのは今ここで言っている時価というのは賞味売却価格のことですただえちょっと下がっていただいて時価っというのは他にも種類があって賞味売却価格ですねでこれは売価ですね売価から見積もりの追加、えー、の製造経費だとか販売直接経費を引いたものということだ、ね、ですね これとは別に再調達減価っていうのあります。で、これも今年の試験問題でこの言葉も入れるはずなんですね。空欄補充で再調達減価ということね。で、再調達減価なんですね。再調達減価は購買市場と売却市場が分けられるんだということが前提になってます。分けられるということが前提になって、購買市場、つまり今買ってきたら再び、再び買ってきたらいくらになるかっていうのは再調達減価なんですねで。これも時価といえば時価なんですよ。 ですからこっちは売ったらいくらになるかという意味の「時価でこっちは再び買ってきたらいくらという意味の「時価なんですねどっちも「時価なんです。でなお、えーまあ、ということなんですけどねなお、まあ、購買市場とは当該資産を購入する場合に企業が参加する市場を言い売却市場とは当該資産を売却する場合に企業が参加する市場を言うと、まあ、ここまでは覚えなくていいと思うんですけどね。 まあ一応購買市場というのは売る時ですね買ってくる時ですね購入する場合で売却市場というのは売る場合ですねでちょっとここなんですが先ほど言ったように本来は賞味売却価格を使うんですね賞味売却価格を使うということにはなっているんですが製造業における原材料なんかのように賞味売却価格じゃなくて再調達原価の方が把握しやすいケースがあるだろうと。 つまり原材料ですね原材料なんていうのは定期的に原材料仕入,れ仕入れるわけですね。そうすると売ったらいくらになるかということよりも再び原材料を買ってきたらいくらになるかという方が多分計算しやすいはずなんですよ工場としてみれば。ですから原材料も棚折さんですからと製造業における原材料ですねいわゆる棚折さんなんですがこれについては。 賞味バイ価格ー科学ということで売ったらいくらになるかということよりもむしろ再び買ってきたらいくらになるかということの方が把握しやすいはずですよだから本来だったらこっちを使わなきゃいけないね本来だったら賞味バイ価格ー科学というこっちの時価を使わなきゃいけないんだけれども原材料なんかの場合には再調達原価の方がわかりあの把握しやすいということでまあ捉えやすいですねこっちの方が捉えやすいので ででですすから再調達原価でやってもいいんですところが条件があって賞味売却額が再調達原価に歩調を合わせて動くと想定される場合には継続して適用するということを条件として棚村さんの評価に関しては言うと賞味売本来はこっちを使うんです本来は賞味売却額を使わなければいけないんだけれどもこれに変えて再調達原価でやってもいいですよと言っているわけですね。 ただ条件があってこの再び買ってきたらいくらになる原材,料原材料を再び買ってきたらいくらになりますかでこの値段によって売る時の値段も変わってきますよということが前提になっているわけです要するに売ったらいくらになるか賞味売却くと当該の再調達原価というものが歩調を合わせて動くということが前提になっているまあ想定される場合にはということなんですね。 ですから売ったらいくらになるかということと再び買ってきたらいくらになるかということが歩調を合わせて動くようになっているということで,でここで言っている意味としては原材,料ですね原材料を再び買ってきたらいくらになりますか時価がいくらですかでこ,の金額この金額とそれを使ってですね製造業ですから製品を作って売るわけなんですがこの売ったらいくらになるかということが歩調を合わせて動くようなことが想定されてますよということであれば まあ継続ししてて適用することとを前提として、えー、最小達原価を使ってもいいでしょうと。ということだね。あと前期に計上した母価切り下げ額ということであ評価損ですね、まあ、時,価を切り下げ時価まで切り下げちゃった時は前期に計上した母価切り下げ額の戻し入れですねについてはこれ、えー、ですね洗い替え法と切り離し法の いいいずれかのやり方、だからどっっちででもいいって言ってるんです。ただ一回決めたら計測性の原則があるんであの継続しないといけないんですが洗い替え法ということで再び買ってきた値段に戻すのかそれとも行わないということでもう戻し入れは行わないということでもう切り離して考えるのかといずれかの方法を棚の、えー、るさの種類ごととに選択適用すすことができますよ。例えば商品だったら洗い替え法で原材料だったら切り離しを、みたいな形で。 えーまえー、製品ですけどね例えばうち,うちのメーカーで製品だったら洗い替え法で原材料だったら切り離しをみたいな形で棚おろさの種類ごとにどっちを選んでもらってもいいですよということになるわけなんですね。でまた売価の下落要因。 とということで例えば売,売価なんで売ったらいくらになるかということで、まあ、賞味売却価格ということになるわけですね。で売ったらいくらになるかでこの売却の下落要因ですねこれを区分把握できる場合にはですよできなかったら仕方ないんですができる場合には物理的な劣化だとか経済的な劣化あるいは市場の需給変化の要因ごとに選択適用できるんですよということになるわけですね。 ただこの場合一旦下採,採用した方法は原則として継続して適用しなければいけないと。ということでえ売価の下落要因なんでさ売価が下がっちゃったんですかということで時価、えー、ですかね、なんで売価が下がっちゃったのかでこれらの要因を考えた時に 例えば物理的にも劣化が見られるということで、売価が安くなっちゃったというケースもある。だから、経済的な劣化と市場の需給変化ってあまり変わらないんですが、経済的劣化なんていう場合には、通常は需要が少なくなっちゃってるということで、まあ、お客さんですね、お客さんが少なくなっちゃっているんで、値段が安くなっているということで、売価の下落要因、需要が少ないんだということで、需要が少なくなっちゃいますよということ。 で市場の需給変化、まあ、これも大体一緒なんですが需給変化という場合には需要が少なくなって、まあ、値段が安くなるということもそうなんですが逆に供給が多すぎちゃってるんですよということも含まれちゃいますですから、えー、市場の需給変化ということなんで需要が少ないお客さんが少ないこれも値段下がっちゃうんですが逆に供給が多すぎるこれも値段が安くなっちゃうんですねそういう需給の変化なんていうものも、まあ、考えられるということでいずれにしても売価が安くなってしまうんだということで売価が安くなった原因で というものをいろいろとこう区分で区分的に区分してこう把握することができるという場合にはまあそれぞれですね変化ごと要因の変化ごとに要因ごとに選択適用することができるということですねどっちを選ぶかということで例えばお客さんが少ないんだとお客さんがだん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 少ないだから売価が安くなっているでこれに対しては洗い替え法を使うそうじゃなくて物理的に 物理的にもう、えー、劣化が見られちゃう物理的に劣化が見られちゃうんで安くなっちゃったこっちは切り離し方切り離し法にするとかその要因ごとに要因ごとに区別できるんだったらその要因ごとに両方ですね、えー、選択適用してもいいですよって言ってるわけですね別にしなきゃいけないって言ってるんじゃないですかしてもいいですよって言うとねでと損益計算書への記載方法ということでで これは、えー、田中さん通常の販売目的ですね販売目的で保有している田中さんについては収益性の低下ということで販売目的ですから原材料というのは通常は含みません原材料ではなくて商品とか製品なんですね販売目的だから販売目的なんで商品とか製品なんですねで商品とか製品なんですが販売目的で持っている田中さんに対して収益性の低下ということで再びもう回戻っちゃいますが 収益性の低下と言われたらさっきの計算例で言うとこっちの方なんですよ。時価が下がってますよという部分ね。ですがここ分けておいてください。こっちは棚卸資源妄想はこれ数量が足りない。数量が足りない時はこういうふうに分けた原価性があるだとか原価性がないだとかこうやって分けてたのね。これは数量が,数量が足りない時。で今言っているのは収益性が下がる。収益性っていうのは時価が下がっているということなんで今度はグリーンのボックスなんで。 時価が下ががが下下っってて収益性が下がってますよでこの時はどうするかということでここですね損益計算書にどうやって記載するのかということなんですが時価が下ががが下下っっっちゃてて収益性が下がってますよという場合でしかもそれは販売目的で保有している棚直さんになったこの時は母貨を切り下げないといけないので、えー、による母貨切り下げ額は売上げ減価とするが棚直さんの製造に関連して不可避的に発生すると認められる時は製造減価としては初処理をするということね。 ですから、まあえー、収益性の低下なんかによって、えー、ですね、まあ、母価を切り下げるといったときは売上げ減価とするんだけれども、棚卸の製造に関連して不可否的に発生すると認められるときは、まあ、製造減価にとして処理をすると、まあ、いうことですね。まあ、一応、こっちですね、母、え、価、ー、切り下げ額、まあ、普通常は売上げ減価です。 一般的に言うとボカの切り下げ額は売上げ原価というふうに入れちゃう売上げ原価として、まあ、処理をするただ棚オルんの製造に関連して不可否的に発生すると認められる時要するに製品なんかの場合なんで、ね、えメーカーサイドで作っている製品ということでで製品を作っている時に棚オルんの製造に関連して不可否的にどうしても発生してしまうということで。 うちが作っている製品ですねうちが作っている製品に対しては、まあ、どうしてもですね、まあ、収益性が下がってしまうということが、まあ、まあ仕方がないと不可否的に発生すると認められと時はもう製造原価の中に入れちゃってもいいですよというね。で母価切り下げ額を損益計算書に記載するという方法に対して言うと中期による方法と、えー、売上原価等の打ち上げ項目として独立契機する方法により示さなければななまあ、どっちかです。 中期という形でもいいですし、まあ、売上げ減価の内訳なんだというふうにまあしてもいいですよという、ね、ただ当該金額の重要性が飛ぶ場合はこうの限りではないとでまた収益性の低下に基づく母家の切り下げ額が臨時の事情に起因してかつ多額である時はこれはもう特別損失になっちゃいますので、えー、特別損失になりますよという、ね、例えばえっ、ー、とですね 今までパソコンというものを作っていたパソコン作ってたんだけれどももう重要な事業部門、ね、う作らないもううちのメーカーですねうちのメーカー今までパソコン作ってたんですが作らないということでふと急に値段も安くなっちゃうそうすると重要な事業部門を廃止したということでそのことによって収益性の低下が見られると。 つまり収益性の低下に基づくぼか切り下げ額が臨時の事象に起因してしかも多額であると認められたとき例えばうちが扱っているパソコンですねうちのメーカーが扱っているパソコンはもう事業部門として廃止をしてしまうでその途端にパソコンが安くなっちゃいますよなんていうケースはこの部分について言うともう特別な損失として計上するとあるいは、すみません、ちょっとページまたがっちゃいますがえ災害損失ですね、災害が起こってしまうということでまあこういう時もですね、えー えーまあ、特別損失になりますでこの時うちの会社としてもともと例えば洗い替え法というやり方を採用していたとしてもこの臨時,に臨時のき、えー、事象に起因しかつ金額が、まあ、高くですねすごく金額が大きい時はたとえうちの会社が基本的に洗い替え法というやり方を採用していたとしてもこれはもう母家切り下げ額の戻し入れはやっちゃダメですよ要するに洗い替え法はこの部分に関して言うと使えないということね。 もうここは切り離してて考えないといけないいいととけ言われてるんですねですから臨時の事象に起因してかつ金額が多額に上ってしまう時はうちの会社としてはいもともと洗い替え法を適用していたとしてもです、ね、元々いいこの臨時の事象に起因しかつ金額が多額に上っちゃう時はこれはもう洗い替え法を使っちゃダメですよということで適用していても当該母価の切り下げ額の戻し入れは行ってはならないということで切り離して考えてくださいねって言ってね。 はいということで一応そこまで、えー、覚えておいてください。はいでは、えー、前半の講義はおしまいということで、えー、10分休憩を挟んで、えー、後半ですね、えー、後半の講義今度は問題の2番目ですね、えー、問題の2番目の方に移っていきたいと思いますではちょっと一旦ここで、えー、10分ほど休憩を取りたいと思います。